昔はよくやっていた、やばいマシュマロ紹介のコーナーを久しぶりにやろうと思います。コーナーと入っても一つだけなんですけどね。今から紹介するやつが来た時には、あまりの衝撃に椅子から2回転げ落ちちゃいました。早速見てみましょう。失礼かもしれませんが失礼します。何この導入、この冒頭から早くもなかなかのヤバさが伝わってきます。田楽さんは以前フルオート税にはやちま不要と言っていました。うん、確かに言いましたね。ちなみに、これの読み方をよく聞かれるのですが、一応公式発表としては、田楽、です。田楽、とか、田楽、とか色々ありましたが、別になんて読んでくれても構いません。続きを見てみましょう。しかし、この度のフルオートアップデートでやちまが必要になりました。ああ、9周年で実装される、フルオートでもクイック召喚が発動するやつですよね。確かに、フルオートでもやちまが召喚できるようになると、フルオート勢でもやちまがあると非常に役に立つでしょう。とは言っても、やちま実装時にこの情報は当然公開されていないので、やちま不要と紹介しても仕方ないですよね。本番はここからです。グラブル配信者ならばそれぐらい予想して動画を作るべきなのでは、と思い連絡させていただきました。え、もしかして予言者とか神とかだと思ってる。もしくは再現社員。昔のマシュマロ紹介のコーナーでもありましたが、なぜか私のことを再現の社員だとか、ゲームウィズの社員だとか思っている人が一定数いるんですよね。まあ、でもこの人の気持ちもわかりますよ。きっと私の動画を見た上でヤチマを引きに行かなかったのか、そもそもヤチマを引けなかったやつあたりをしているのか。いずれにしても、ヤチマを持っていなくて、必要になったのに耐えられなかったのでしょう。この人のことを責めるのはやめましょう。実名だと言えないから、匿名のマシュマロを使ってもいいじゃないか。同情の余地は確かにあり、まあ、私はヤチマ持ってますけど。発球。